はい、皆さんこんにちは。今日はボロブツブギのあゆみお姉さんとケンタロウお兄さんバージョンについてですね。皆さんとても若いですよね。そしてあゆみお姉さんのこの声、ツイッターでも久しぶりに聞いた時にとても可愛いなどとトレンドにも上がっていたくらいですね。その中でもやっぱりひろみちお兄さんはとても若いなぁと私は感じたんですが、皆さんどういう感想を持ちましたか？はい、今日はお母さんと一緒のボロブツブギについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。